はい、今日も折り紙キングやっていきます。前回タートルボールとやらを4つ集めてこいって頼まれたところだったね。集めてこいって言われてもな、手がかりがまるでないんだよな。参道の途中にあったりするのかな。うお、羽クリボー。普通のクリボーならたくさん見てきたけど、羽クリボーは初めてだね。やべえ、パッと見でわからねえ。わからなくてもとりあえず動かしてみるのが肝要だよ。あ、どっちもスライドするだけで縦になるじゃん。めっちゃ簡単だった。なに、生き残ったぞ羽クリボー。一撃で死なない敵はこのゲーム中初めてだね。ここはアイアンブーツの使いどころさんだな。どれくらいのダメージを出すのかわからんが。お、アイアンブーツなら一撃。ってことは、羽クリボーの HP は13から15だね。さーて人生初ガード。なんじゃその攻撃。最後は飛んでくるんかい。ああ、でもガード成功した。敵の攻撃に合わせてボタンを押せばガードできるって聞いてたけど、ガードの判定はかなり甘いみたいだね。これなら初見の攻撃じゃなければガードできると思いたい。自信なさそうだな。そうればっさばっさと横着している。お、なんかチョロプーとのこの子が集まってんな。なんかこういう誘い文句って断りたくならない。割と普通に見逃してくれたね。悪質なあれではなかったか。じゃあ話ぐらいは聞いてやるか。1万コイン払えなくもないけどスルーだな。断っていけば何回かは値下げできるイベントと推測した模様。5000コイン、まだ高いな。買わんぞ。そろそろ買っといた方がいいかもしれん。下手に欲張ると結局大金で買わされるとかもあるからね。こういうの今はコインに余裕あるしな。3000コインぐらいなら払ったるわ。のこのこたちめっちゃがっかりしてるね。のこのこに先に買われたら1万コインで売ってやるのこみたいなこと言われると予想してたんだが、まあ今となってはわからないことだね。気を取り直して進むぞと言いたいが、キノピオタウンに戻れる土管を発見したので戻るぞ。キノピオタウンを出発した時と比べるとバトル研究所とアクセサリー屋が開放されてるはずなので行ってみようね。アクセサリー屋救出はカットした気がするけど、まあ特にイベントもなく道端で普通に助けたよ。というわけでいいものとやらをもらいにバトル研究所に来たぞ。なんか普通の一般家屋って感じだな。いや全然普通じゃねえな。これ、なんか、町の許可もらってんのかな。本当ですか。雑魚戦で時間延長してしまう私のような人でも、トラウマになってんな。お、入会キャンペーンプレゼント、いいの頼むよ。これは、自分が、もう一人存在すると思い込むキノコ。
悪意のある言い方やめて。これ以降ショップにも並ぶようになるのかな。多分この録画中にショップに行くことはないもので確認してないね。さて、いろいろなトレーニングメニューがあったので修行だ。いいよいいよ、うまくガードできてるよ。うす、ありがとうございます。ところでこれ何回やればいいんでしょうか。こういうのは10回やればなんかアイテムがもらえるかもしれないから、とりあえずそれまでやるよ。うす、何ももらえませんでした。じゃあもうこのトレーニングに価値はないよ。次はハンマーだ。ハンマーは苦手だから重点的にトレーニングするよ。うす、どれだけやっても成功率が 50% ぐらいです。ええ、それならもう練習しなくてもいいんじゃないかな。どうせ回数こなしても商品書かないっぽいし、割と適当っすね。了解です。最後はジャンプのトレーニングだよ。でももともと成功率 95% ぐらいだし、1回だけでいいんじゃないかな。いよいよ面倒になってますね。了解です。よし、肉体面の修行は終わりだ。あとはパズルをクリアして己の知能を証明せよ。うす、わかりました。あ、パズル BGM がいい曲だから修行 BGM 止めるね。うす、急に落ち着くやん。さあ始まりました、ダイムトライアル。君には100秒間でできる限りパズルを解いてもらう。第1問から結構難しいな。よし、もう15秒使ってしまったよ。と、まあこんな感じで続くので、せっかくなので垂れ流しておきます。100秒間私が悩み続けるのを眺めているがいいわ。しかし地味に専用 BGM っぽいよね。ここの曲、ここのために曲作ったんだな。まあこういう無限パズルみたいなコンテンツだと、あんまりアップテンポな曲だと聞き続けてると嫌になるとかあるからね。ああ、とことん謎ぷよとかね。しかし、ゲーム内ゲームのための専用曲っていうと、ライブ、ライブの SF10 とか思い出すね。ああ、あの、無駄にいい曲なやつね。下村陽子さんが、天才すぎるんだよな、あのゲーム。ん、ちょっと待て。めちゃくちゃ難しくない、このパズル。この黄色と紫のどちらも、円の外側に配置しないといけないけど、2回しか操作できないのにそんなこと可能なのか？あ、わかったぞ。キノピオを片方だけループさせればどちらも外側に配置できる。よく気づいた。残り時間は40秒。あと2問ぐらいは解きたいところさん。なんじゃこりゃ。マジでかけらもわからない。キノピオの色も同じだから色ヒントもないね。まあ編集時点だとさすがにわかりましたが、プレイ中はパズル尽くしと焦りのせいで全然わかりませんでしたね。くそ、4問で終了か。悔しいの。他にも10問をなるべく早く解くモードとかもあったんですが、途中で詰まって最終的に4分かかったので、あえなくカットとなりました。ザ不毛って感じだったな。もっと練習しないとな。というわけで長かったバトル研究所編も終わり、アクセサリー屋に来ました。一つ目はパズル制限時間が10秒伸びるタイムプラス。二つ目は紙っぺら取得範囲が広がる紙っぺら掃除機だね。こういう常時高価な装備は大好きなんじゃわしは。どっちも購入。そして忘れずに装備だ。タイムプラスは特にありがたいな。どうも同じ枠のアクセサリーは一つしか装備できないみたいだね。まあタイムプラスプラスみたいなやつが手に入って装備したら、タイムプラスは装備できないよってことでしょ。ええー、わええー、わ。さてここでお知らせしたいことがあります。おん、なんだなんだ。ゲームの進行度的にここで動画を切るのがキリがいいんですが、動画時間が10分に達してないと気持ちが悪い。というわけで博物館のサウンドテストにでも行ってお茶を濁しましょう。まあいいけどさ、そういえばピクニック堂のスカスカ穴を全部埋めたから一曲解放されたらしいし、それを確認してみようか。何の曲が解放されたんだろう。戦闘曲だったらいいな。お、これだこれだ。ピーチ城の後、
おも、めちゃくちゃ局長が重いんですけど。まあ尺稼ぎにはなったからよしとしよう。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。